俺だ。ゲットゴールやじ、ゲットゴールやじ、ゲットゴールやじ、ゲットゴールやじ。
もそれもということで、ご苦労様でした。あ、それから。
こんにちは、神田です。今日は水曜日に行われる天皇杯川崎戦について、川崎が前節コンサドーレと対戦しましたので、その試合を振り返りながら、川崎のことについて、お伝えしていこうと思います。コンサドーレ戦を見る限り、川崎は2点を追いつく意地を見せ、なんとか引き分けに持ち込んだ試合だったと思います。こういう言い方は、川崎のファンサポーターの方がこの動画を見ていて、何言ってんだと、こいつ神田はふざけたこと言うなと思うかもしれませんが、前半は何もできないままコンサドーレに2失点したという前半だったと思うんですよね。後半8分にコンサドーレのセンターバック岡村選手だったと思うんですけども、岡村選手が退場をしたきっかけに川崎が息を吹き返して、なんとか同点ゴールまで奪って引き分けに持ち込んだ、本当にね、そういう印象の試合だと思うんですよね。で、試合を見てて感じたことは、前半は今シーズンワーストの45分だったんじゃないのかなと思います。川崎がですよ。川崎が今シーズン前半45分のワーストゲームだったんじゃないのかなと思うんですよね。コンサドーレの前に何もさせてもらえなかった、何もできなかったと言った方がいいのかもしれないんですけども、コンサドーレの圧力に屈する形でパスを次々と後ろに下げてしまい、攻撃の形、攻撃のチャンスを作るまでが遠い感じがしました。で、川崎のプレスもはまらず、選手間の距離も遠いのではないのかなと映像を見ていて思いました。川崎は数的優位になってからの37分間で2点を奪いましたが、あくまでも神田の個人の見解なんですけども、審判のジャッジに救われた側面もあるんじゃないのかなと、そこで大きな勝ち点1を奪えたんじゃないのかなと思います。札幌はコンサドーレは良くも悪くも対策を立てやすいチームだと思うんですよね。コンサドーレもそれを承知の上でプラン B を繰り出すのではなく、相手の対策を自力で上回ろうとしていくチームです。しかし前半の川崎に札幌対策の形が見られなかったと思います。やりたい放題にスペースを使われ、攻守で後手に回り、川崎は前半はシュート0本で折り返していたと思います。試合を見ていて川崎の選手たちは自分たちに矢印を向け、やり方を見つめ直すことは正しいと思うんですよね。ですけども、コンサドーレがこう来たらこうする、もっと言えばコンサドーレがこう来るだろうからこうしようという準備があまりできていなかったように見えます。今シーズン開幕直前のね、対戦相手だったら、戦い方がわからない、コンサドーレがどういう風な、攻撃、どういう風なポジション、どういうふうに、選手同士組み合わせて、攻撃、守備の、ロジックをね、組んでくるのかわからない部分もあると思うんですけども、もうシーズン終盤ですからね、その辺の、何かしらの対策というのを、もっときめ細かに、伝えるというか、作戦として、練ってもよかったんじゃないのかなと思うんですよね。この前半に関してはコンサドーレサイドも驚いたんじゃないのかなと思うんですよね。これに対して鬼木監督は、前半で非常にもったいないゲームをしてしまったと振り返り、連動しなかったプレス、増えてしまったバックパスなどについて言及していました。川崎は今シーズンの成績は9勝6分け10敗、残り9試合でどこまで盛り返せるか分かりませんが、リーグ優勝はかなり厳しいと思います。優勝が義務付けられているチームだからこそ、
こういった時の目標の置きどころは非常に難しいと思います。天皇杯と ACL が残っていますが、まあ、天皇杯にかけてくる思いはかなり大きいんじゃないのかなと思うんですよね。で、今シーズンの川崎はビルドアップに変化を加えたことが少なからず影響を与えていると思います。これまではあまり約束事を作っていなかったと思うんですが、多少なりとも約束事を作ったことで相手を見てサッカーをする比重が薄くなっているんじゃないのかなと神田は川崎の試合を見ていて思います。それが選手たちの個人戦術の部分に影響を与え、いつものポジション取りが変化を意識するあまり取れなくなったり、状況判断に多少のズレが生まれたりと、川崎でいう目が揃わなくなってきていると思います。もちろん怪我人が多かったり主力選手が移籍してしまったことも要因の一つだと思いますが、ここはよりすり合わせていく必要があるんじゃないのかなと思って見ていたんですけども、なかなかね、今シーズンそのすり合わせができず、まあ今今日まで来ているんじゃないのかなと思うんですよね。で、コンサドーレ戦にしても攻撃のビジョンが揃わないシーンがかなり多く目立っていたと思います。各駅停車のパスが増え、ボール回しにもテンポが生まれていなかったですし、ゴール前までのビジョンを描いて攻撃を繰り出そうにも周りとの呼吸が合わずにシュートまでいけないといったシーンが本当に多かったと思います。川崎は縦にボールをつけたり、縦のくさびのパスを積極的に入れたり、相手を背負っていてもボールを出す勇気はもちろん必要だと思うんですけども、それ以上にどうやって攻撃を完結するかといったビジョンを合わせ、再現性のある形を繰り返していかないといけないんじゃないのかなと神田は試合を見ていて思います。一つは走ること、整う前に攻めること、トレーニングの中では走ったり背後に行ったりといいシーンはいっぱいある。だけどゲームになるとボールを大事に捉えすぎてしまうことがある。走る回数をもっと増やさないと相手は崩れないと思うし、止めてパスだけではなくてワンタッチで入っていく、ワンタッチで背後をついていくことも必要。それをやれば随分と変わってくると思うので、その繰り返しだと思います。あとはやはりメンタルのところかな。強気でやり続けられるかどうか。カウンターがあってもそれを食い止め続ければいいですし、相手は何が嫌なのかを理解できればもっと怖い攻撃ができるのかなと思います、というような、まあ、鬼監督のコメントインタビューが雑誌に掲載されていました。まあ、強気という言葉がポイントになると思うんですが、まあ、これはミスを承知でパスを出していけということではなく、自分たちの戦い方に自信を持ってやっていけるかを示しているんじゃないのかなと思います。まあ、なかなか川崎はゴールが生まれなかったり、勝ち星に恵まれていなかったり、もしくは複数失点が続いてしまったりしているんですけども、まあ、そういった中で、まあ、選手の中でより慎重になってしまっているんじゃないのかなと思います。まあ、こういったね、ほんの一瞬の隙と言ったらいいんですかね、まあ、王者川崎に、一瞬の隙がもしかするとピッチ上の中で結構ね、目に見えて、目に見えて伝わるっておかしいか、目に見えて感じる、なんて言ったらいいのかな、目に見えて感じるじゃないか、なんて言ったらいいんですかね、こう川崎、王者川崎がそういった今現状に陥ってる可能性がやはり高いので、まあ、新潟は、ピッチでね、川崎と対戦した時に、まあ、試合開始なのか、まあ選手とねこうすれ違った時なのか、まあ、そういった入場前なのか、もしかするとそういったね不安に陥ってる、感じを、新潟の選手が感じ取れるかもしれないんですよね。
まあ、そうなってくると新潟も王者川崎に対してつける隙は大いにあると思うんですよね。で新潟の場合はホームでできることは大きいと思いますし、まあ、川崎は迷い戸惑いの中でサッカーをしている感じがあると思いますので、そこは大いに、新潟はチャンスだと思いますので、そこはね、前回リーグ戦でホームで川崎に、勝利した時のように、もう自分たちがやっぱりね、川崎がやっぱり、鬼木監督が言ってるように相手よりも走れてない、時間帯、走れてない試合があるので、やはりそこはまずは川崎の選手よりしっかりね走っていく、前に出ていく、そして守備の時は川崎の選手より先に戻っていく、そこの、一瞬の、運動量というかスプリントとかそういった場面で一つ一つ上回っていけば川崎に勝てると思いますし、まあ、鹿島の場合は、まあ、そこの部分でやっぱりね、新潟が戸惑い足が止まってしまって、その分反応が遅れてしまって、失点してしまったっていうことがあったと思いますので、そこをねこの、日月カーでしっかりね修正して、まあ、メンバーがどのように、変えてくるのか分かりませんけども、もう出た選手がまずはそこをやりきるってことが大事になってくるんじゃないのかなと神田は思います。でそして、川崎の攻撃の問題点をちょっとね一つだけ挙げさせてもらうと、サイドからのクロスの決まり事があまりないような気がするんですよね。サイドからクロス上げてくるシーンがあるんですけども、まあ、中盤の選手が抜け出してくるんですけども、そこからサイドからクロスをね上げていくフォワードの選手に合わせていこうとするんですけども、川崎のフォワードの選手と合わないシーンが結構多く見られるんですよね。川崎のクロスの優先順位とかの原則の決まり事、決め事が決まってないんじゃないのかなと神田は今シーズンの試合を見ていって思います。なので新潟としてはサイドからの失点が多いんですけども、まあ、これは朗報なんじゃないのかなと思います。なので新潟はしっかり中をね固めて守りつつ、川崎を外に追い出してクロスをまずはね極力上げさせず、そこを守っていくってことは大事なんですけども、最悪クロスを上げられたとしてもしっかり川崎の選手に人にマークをつければやられるっていうことはないんじゃないのかなと思います。まあ、この辺はねまた明日の動画でサッカーボードを使いながら、まあ、お伝えできたらなと思います。まあ、本日もね長い動画になりましたが、また19時45分から今日はですねまた神田いろんなね企画を、考えていますので、まあ、そのことをまたねライブ配信の方でお伝えできたらなと思います。週始め月曜日ですけども、スナック神田、一人でもご来店、多くの方がご来店してくれることをお待ちしております。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。